はいどうも皆さんこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、9月まで J コインペイン5%還元、セブンイレブンや請求書払いでお得にということで、今回は、みずほ銀行が提供するスマホ決済 J コインペインについてですね、この動画では J コインペインのお得なキャンペーンについてお伝えします。結構ですね、このキャンペーン、長めのキャンペーンとなってますので、まあ、使うタイミングが良ければ結構お得に使えます。またですね、ちょっとしたお得な使い方もお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、いってみましょう。 ま、あ念のためですね、おさらいなんですけども、こちらの J コインペイというスマホ決済なんですが、こちらは水ほ銀行というところが提供するスマホ決済でございます。たまにですね、動画でアップするので、なんとなく認知されている方も多いかなと思うんですけども、その J コインペイが今回ですね、こちらの最大1万円5%還元キャンペーンというのが発表されました。ということでね、キャンペーンの詳細見ていきましょう。ちょっとね、下に下がっていって、キャンペーン期間中お支払い金額の5%を ジェイコインボーナスでプレゼントしますということですね。まあ先ほどもお伝えしたように5%分の還元を受けることができます。で、キャンペーンの期間なんですけども、本日7月の20日火曜日から、 2021年9月30日木曜日までの約まあ2ヶ月ほどのキャンペーンとなってます。これ良いですよね。で、対象者に関したら J コインペイ、そして J コインライトを利用されている方。で、キャンペーンの流れは至ってシンプルで、期間中に J コインペイで支払って、そこで5%の還元を受けることができます。で、上限がね、今回タイトルの通り、1万円分が上限ということでございますんで、まあ、安定のね、計算をすると1万円分割ることの0.05なので、20万円分期間中に利用したら、上限の1万円に到達する ということでございますまあ、2ヶ月ちょっとなのでまあ、使い方によっては到達される方も中にはいらっしゃるのかなと思いますで、ここのね、付与される期間なんですけども支払いから30日後に J コインボーナスをプレゼントとしますということでございますんでまあこれは今のペイペイとかにちょっと近いですよねなので人によっては付与される日程というのがバラバラでございます で、今回ですね、まあ、一つの注意点にはなるんですけども、付与される J コインボーナスっていうのがですね、付与されることにはなるんですが、まあ、これまでと若干違います。まあ、どんな風に違いなのかと言いますと、まずはここですね。J コインボーナスっていうのは J コインペイでのお支払いのみご利用できると。まあ、ここまでは OK ですね。注意いただきたいということで3つ出てるんですが、まずは30日後に J コインボーナスがプレゼントされる。これは先ほどお伝えした通りですね。で、有効期限がまあまあ早くてですね、6ヶ月後の月末ということですので、 まあ付与されてもうすぐ使った方がいいと一番気をつけないといけないのはここなんですよね送金および口座に戻すことはできませんということでそうなんですよこれまでですね J コインペイのいいところといえばまあキャンペーンとかで付与されたものがだいたいキャッシュバックにほぼほぼ近いので付与されたらそのまま連携している口座とかに、まあ、出金をかけることができてたんですよねなので僕の場合は水穂銀行とかまあ福岡に住んでるので西日本シティ銀行とかがこの J コインペイに対応してたんでそっ こっちにこう出金をかけけていたんですけども今回から、まあ、このキャンペーンだけに限るものかもしれないんですけどもキャンペーンで付与された J コインボーナスっていうのを、まあ、これまでのようにまあ送金して。 ま、講座に戻すことができないっていうことになります。なのでね、もしそういった使い方をされてた方がいらっしゃったら、ここはね、一番気をつけないといけないところかなと思いますんで、ぜひここは押さえておいてください。で、次にですね、このキャンペーンの対象外店舗がありまして、それがこちらのプレスリリースに出てたものになるんですけども、まず対象外店舗として日本のホテルで、これらのホテルに関したらキャンペーンの対象外。あと日本郵便ですね、これも対象外みたいですね。あとその他ということで、まあ、おさい銭とか募金とか、 のペイメントへのチャージあとここにも出てるように対象外店舗は随時更新いたします事前にご確認くださいということでございますので一応ですねこのページについては概要欄にリンク貼っておきますのでもし J コインペイ利用される方はですね事前に押さえておいてくださいでまあ今回のキャンペーンは結構お得なんですけどもそもそもこの J コインペイって今現在はどこで使えるのかっていう風になると思うんですがちょっとですね見ていただきたいと思いますまあ、実際にですね公式ページを見たらですね使えるお店ということで出てくるんですがここ最近ですね本当に使えるお店がめちゃくちゃ増えてお おりまして僕全然気づかなかったんですがまあ、ちょっとねつい数日前にまあ話題にもなったんですが今回のタイトルにもあるようにセブンイレブンとかもなんと J コインペが使えるようになったんですよね他にもスシローとかそういったところでも使えるようになっておりますまあ、このセブンイレブンが使えるようになった理由というのはですねこのスマートコードっていうのがですねセブンイレブンに導入されたんですよねまあ、スマートコードっていうのは JCB が提供する、まあ、QR コード決済を統一するサービスみたいなものなんですけどもまあ、そのスマートコードの中にまあこれまでファミリーマートとかローソンは あったんですけどもこのセブンイレブンがなんと導入するようになったということでこれは結構でかいんですよねですけども一つ気をつけてほしいのはちょっとこの動画とあまり関係ないんですがこのスマートコードですねセブブンイレブンの店舗では ファミンペイの決算はご利用いただけませんということで、まちょっとね、大人の事情でできないのかどうか僕はちょっとわかんないんですけども、スマートコードといえばファミンペイと思ったんですけどね、ここはちょっとね、使われる方は、あの、間違いないようにお願いします。ですけども、今回の J コインペイは、セブンイレブンで使えると。で、他にもですね、どんなところで J コインペイが使えるのかっていうことで、このページの下の方に下がっていただければ、コンビニのジャンルであれば今お伝えしたようなコンビニでも使うことができますし、だけど J コインペイってローソン使えないんですかね ちょっとここに出てないのでわかんないんですけども。で、ドラッグストアであれば、ウェルシア薬局とか、あとサンドラ、ここからファインとか、サツドラとか、まあそういったところでも使えると。あとダイレックスも使えるのはいいですね。あと百貨店、モールもまあまあ対応してたりとか。あとファッションであればご覧のようなお店で使えたりとか。あとグルメ、レストランまあまあ使えるお店が増えてるのかなと思います。まあガストとかスキアとか、中尾とかも対応してるみたいですね。なのでまあこういったところでね、5%還元を受けることができるので、あ、ロイヤルホストも使えますね。 居酒屋もまあまあ増えてますし、家電量販店もいいですね。今回おすすめとしたら結構この家電量販店まあいいなと思いまして、まあもし9月までの間に何か大型のお買い物される方とか、そういった方には結構今回の5%完は嬉しいのかなと思います。あとは音楽、書籍、エンタメジャンルであれば、東急ハンズとかロフトも入ってますね。そしてその他のジャンルであれば、オートバックスとかもありますね。ホームセンターの高難とか。まあそういったところでも大丈夫と。 でですね、あと、この使えるお店、これ以外にも、まあ、アプリ内でも大丈夫なんですが、ここのマップから探すっていうところですね、実際にクリックすると、ご覧のようなページが出てきます。これ、博多駅周辺なんですが、J5 遠平が使えるお店っていうのを、まあ、こういったマップ上でも確認することができます。まあ、ちょっとピンクなので、なんか色がちょっとアレな感じなんですけども、ま、本当に全然僕自身はこのマップほとんど使ったことなかったんですけども、こんなに増えてるのかっていうね、風に思ったので、ま、もしね、利用される方は公式ページ以外にも、マップからね、ご自身が住んでる地域から、 から使えるお店が出てくるかどうかっていうのを事前にチェックした方がまあ、結構使いやすいようにはなってますよねで今回ですねまあ、このリアルなお店で使うのも全然ありなんですけども一つ気になったことがあってこちら J コインペイのサービスで請求書払いがですねちょっと前に対応してですねまあ、東京都しか対応してないんですけどもこれが実際に対応対象かどうかっていうのをですね実際に僕問い合わせてきましてツイッターにもつぶやきましたそれがこちらなんですけどもこのキャンペーン電話で確認したら請求書払いも対象ということで したので東京都にお住まいの方であれば5%になるとのことでした税金とか支払いのある方はタイミングこのタイミングで J コインペで支払うのもありかもということでそうなんですよなんとですねもし東京都にお住まいの方がいらっしゃったら今回この5%のキャンペーンを使って請求書払いがですね対象ということでございましたのでぜひですねこのタイミングで何か支払いがあれば請求書払い使ってみてもいいのかなという風にも思いましたちょっと羨ましいですねちなみにやり方としたらすごい簡単でここの請求書払いという項目ある ここをタップして、あとは支払いはオッケーです。一応、どんなところでどんな税金が払えるのかということで、ずらりと出ております。東京都であれば、こんな感じとか、渋谷区であれば、こんな感じとか、いろいろ出てるので、もしね、東京都お住まいの方であれば、これはね、あの、ほんと5%還元で税金払えて、めちゃくちゃお得だと思いますんで、まあ、ジェイコインボーナスとはいえど、これはこれでね、使いやすいかなというふうに個人的に思ってます。いや、ちょっと普通に羨ましいですね。で、ですね、今回サムネにもデカデカとね、セブンイレブンをちょっと出してたんですけども。 そのセブンイレブンで7、8月時点でどんなキャンペーンが合ってるのかということで、クレジットカードとスマホ決済を、まあ集めさせていただいたんですけども、一つ目は三井住友ナンバレスの5%還元ですね。もう普段からこれをメインカードとして使ってる方がいらっしゃれば、もちろんこのままね、使っていただいても大丈夫ですし、最近登場したね、ゴールド、三井住友ナンバレスのゴールドカードの修行で、まあ使われている方がいらっしゃったら、それを使ってみてもいいかなと思います。まあ還元率はやっぱ5%っていうのがね、同じなので、 順位的にどれを使ううかっていうのはねご自身で、選んででみてくださいで3番目は、ビザラインペイプリペイドカードの5%還元キャンペーンですね。これは7月31日まで開催中でございますので、もしね、ラインポイントをメインで貯めてる方がいらっしゃったら、まあ、これを使ってみてもいいと思います。で、4つ目に関したら、今現在開催中のペイペイのキャンペーンですね。ペイペイ夏のペイペイ祭りで、通常の還元であれば5%還元で、ソフトバンクワインバイル、ヤフープレミアム会員の方であれば確か10%還元だったので、それがね、7月25まで開催されてるので、 なので p a y p ボーナスを貯めている方がいらっしゃったら、まあ、こっちを優先しても大丈夫です。まあ、4月以降に関したらね。まあ、今回の j コインペイでもいいと思いますし、三井住友ナンバーレス持ってる方であったらまあ、そっちを優先してもいいと思います。そして5つ目はこれ8月からになるんですけども、ソフトバンクユーザーだけまあ、日曜日限定にはなるんですけども、5%還元というキャンペーンがね。8月1日から9月12日まで開催されるので、まあ、これらを判断した上で7ブンイレブンで j コインペイを使うのか、今出てるキャンペーンを使うのかっていうのをご自身で考えて使ってみてください。 それでは今回お伝えしたキャンペーンのまとめです。最大1万円5%ボーナス還元キャンペーンということで、こちらの期間は7月20日から9月30日までの約2ヶ月ちょっとのキャンペーンでございます。特典なんですけども、J コインペイ決済をすることで5%還元ということで、付与されるのが J コインボーナスというものが付与されます。で、上限は1万円まででございますので、20万円利用することによって上限に到達します。で、念のためですね、セブンイレブンをもし利用される方であればね、僕の推してるお菓子のバナナチップスチョコレートというものがあるんですが、 こちらの商品ですね税込み149円の商品なんですがもしですねこの商品を1343個購入した場合はですねなんと上限の20万円到達しますのでぜひこちらも参考にしてみてくださいえ？付与されるのは支払いから30日後でございますのでこれは人によって結構バラバラでございますので何かしらカレンダーとかでまあチェックしておいた方がいいかなと思いますで注意点なんですけども今回を付与されるのが J コインボーナスというものが付与されます先ほどもねお伝えしたように送金とか出金ができませんので気をつけてくださいまあ 今回のおすすめの使い方としたら、もうドラッグストアで日用品とかを購入したりですとか、あとはね、今回、付与上限がまあまあ大きい方かなと思いますんで、そこでね、まあ家電量販店とかで家電を購入してもいいと思いますし、もしね、東京とお住まいの方がいらっしゃったら、まあ税金を払うタイミングでサクッと使い切るのも結構僕的にはいいのかなというふうに思っております。まあぜひですね、使い方に関してこれはおすすめですよっていう方法があればぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。あ、そんなこんなで今回は J コインペの最大1万円5%ボーナス還元キャンペーンについて簡単ではあり ままししたたたけどもお伝えさせていただきました、まあ、今回ね、スマートコードがセブンイレブンに対応したということで、まあ、セブンイレブンがスマートコードに対応したという言い方がいいんかなということで、まあ、若干ね、キャンペーン何か来るかなというふうに待ってたとこではあったので、まあ、意外とこの5%還元キャンペーンでちょっと嬉しかったりしますね。僕自身使うタイミングとしたら、おそらく7月、8月が終わった後に9月ぐらいから特にキャンペーンがなければ使おうかなというふうに思っております。 もちろんね、無理にして使う必要っていうのはないんですけども、何かしらね、飲食店とかドラッグストアとか行くタイミングがあればですね、このキャンペーンちょくちょく使っていこうかなっていうふうに思っております。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク、それぞれ概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃったらチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。<music>